リンゴルフご視聴の皆さん、こんにちは、あかねまるです。こんにちは、カメラマンの山ちゃんです。今回はゴルフ女子のあかねまるちゃんにご出演いただきまして、和歌山県です。ここは和歌山です、はい。まあ、関西ね、関西ゴルフ女子ってことで、はいはい、今日和歌山のサンリゾートカントリークラブにやってきてます。これからこのアウトコースを回ってもらうような形になります、はい。でこの企画なんですけど、まあ、インスタグラムで活躍されているゴルフ女子の皆様にご出演いただいて、まあ、ゴルフのプレーとかトークを楽しんで見ていただけたらなっていう企画になってます、はい。金土日の3本立てとなっておりますので、まあ、ぜひご視聴いただいて、まあ、いいねとかコメントとかじゃんじゃんお願いしたいと思います。お願いします。恒例なゲームを用意してまして、はい、トーマス4ポイントになってまして、トーマス4ポイント、はい、全部開くと100ポイントの計算なんですけど、うんうん、それを15マス、はい、60ポイント以上で、天城府3000円分をプレゼントしてます。ハイボール買います、これで。そう、なんかね、ついていきなりね、飲んでたこの人。美味しそうに乗ってました。ハイボールを飲ませていただきます、はい、これで頑張ります。はい、お酒大好きです、ね、大好きです。いいじゃないですか。大好きです。もうテンション上がってますもんね。上がってます。いただきました。ちょっと切れないうちにスタートしたいと思いますんで、やっていきたいと思います。お願いします。はい。雨がちょっと雨が若干降り出してきて、すごいいい天気だから今日きっと大丈夫だと思うんだけど、雨雲レーダーでこうくぐってなんかこう間に挟まれてた。そうそうそう、雲と雲の。ありがたいことに。よし、頑張るよ。とりあえず黄色い旗左ぐらいで行ったらいいな。昨日練習してたし。はい、400球ぐらい。そんなしたんだ。いきます、お願いします。いきます。おい、いいじゃないですか。わー、よかった。よし、よしよし。あれ、どこ行った。ど真ん中。あの、どこ行ったっていうか、そのまんまですね。え、あ、え、どれ、これこれこれ、あ、これだ。行くぞ。酔っ払いっすね。どうでしたか、この撮影されながらの。あ、でも普段あれですもんね、インスタで動画撮られ慣れてるからあんまり気にならなかったんじゃないですか。いや、でもめっちゃ気になる。ミスはしちゃいけないなみたいな。そう、インスタだったらね、これ使うこれ使わないといけるけどね。そうそうそう。昨日だってもう、うん、ドライバーばっかり振ってたもん、この時のために。じゃあもうあれじゃん、大丈夫です。大丈夫かな。あと3本持っていきます。いや、バンカーある。8番アイアンでいきます。残り119ヤード、はい。まあ、ちょっと右ぐらいで乗ったらいいな。あー、乗った。まあでも、まあまあまあ、止まって止まって、え、止まって入ったかもしれない。あ、入ってなくてもちょっと打ちづらそうかも。まあでもあるあるある、あ、よかった。見えた見えた。なんかでもこれ恥ずかしいな、下手だ。そうだね、さらけ出す。そう、なんか恥ずかしい。だってインスタだったら絶対あれやもん。今のなし、なしっていうか、やるけど。なんか動画とか撮ってても、うん、もうさあ次行こうみたいな。人に見られることないから。そうね、でもそう、レディースティーからだと、うんうん、平均スコアって大体どのくらいなんですか。いや、一応97前後ぐらい。ああ、なるほどなるほど、うんうん、でも本当にメンヘラゴルフしてるから、いつもメンヘラゴルフ。どういうゴルフですか、メンヘラゴルフ。なんかもう55叩いて42とか、なんかこの、ああ、そういうことね、波がね。そう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 、メンヘラってそういうことか。そう、メンヘラしてるから。よし。ね、あ、ほらほら、全然全然。あ、お前、キャリーキャリー。よかったよかった。よしよし。いやー、大プレッシャーやな。ギャップウェッジで打ちます。はい。51度。いいんじゃないですか。いいかな。うん。いいかな。あ、ナイスです。ありがとうございます。よし。あ、結構いってる。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 
くないでしょ。一人でこんなにポンポン打つことないから、うん、どんな感じなのか初めて、こんな、え、なんだちょっと、え、どうしようえ、そう、え、あれあ、わかります気持ち、やばいよねこれ、え、うん、いいですよねこれも、うん、いやトリです、何してるんだい、いやパーパット入らんにしても、はい、行ってみようそんなもんだ人生、そうだそんなもんだでもあれ多分ね、ティーショットが良かったからね油断したんだと思うんですだいぶ心の余裕ができてた、だよね、もうこれちょっといけてるわって、もうね、これね、みんなそうなのよいつもこれ取りないよないよ冷たいないよあれ埋まんなかった、もしかして、え、ボギーじゃないでしょ、何もない、え、何もない、え、何もない、あ、ダフったダフったっけ、2段目ダフったような気が、え、ダフってなかった、あ、まあでも深刻なんで、はいはい、あ、よかった、やりました、おい、じゃあつけてください、やったー、よかった初めてつかない人いるかと思ったちょっと焦っちゃって説明できないじゃんと思って、よかった、ダフった最初のうちに、はい、あの、まあ、僕もちょっとあかねちゃんのことやっぱあのどんな子なのか知りたいなっていうのがあって、はい、そのゲームにもあるように自己紹介、はい、ちょっと3つ、まあ、3つ以上でもいいです、うん、まあ、言いたいこといっぱい喋ってください、はい、という感じでお願いします。あかね丸です。普段打ちっぱなし場、大阪府堺市富士ゴルフセンターで働いてます。みんな来てください。あとは、うーん、私じゃないけど、私じゃない自己紹介斬新っすね、はい、お兄ちゃんがお笑い芸人なんですよ、お兄ちゃんがマジっすか、現役ですか、現役おお、全然面白いとは思わないんですけど、まあ、身内はね、ちょっと後で聞こうかな僕結構好きなんですよね、芸人さん、ほんまですか、うん、あの誰が好きって感じですか、あの、うんうん、お笑いが好き、あ、やっと1個、まだ1個、え、じゃあ弟も YouTuber やってたことぐらいですかねいや、やってた、やってた、やってた、あ、弟は やってた今あの、うん、多分姉の姿を見て挫折したのか、うん、頑張って社会人になってますねやばくないですか、おかしいですよね芸人と YouTuber がいたんですか、で YouTuber って、ね、もう本当に働かないで、うん、職業は YouTuber になろうと思った、そうなんですよ、マジで働いてなかったすごいじゃん、全面してたんだ、そう、でっかいパソコン買ってみんなで買っ、なんか5人組でやるって言ってみんなで買ったって言って、急に、うん、なんでか知らんけどリビングでやり始めて編集を、うんうんうん、で、なんか私が一人でなんか友達と電話とかしてたら、うるさいって言われて撮影してるって、今やってるから黙ってって言われて、うん、すいませんみたいななんか学生たちのなんかはしゃいでんなみたいな、延長戦ね、そう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 、なんかそっちは見てて可愛いんですけど、軌道に乗ればね、そうそうそう、あれだったけど、お兄ちゃんのは必死やから見てて辛いんですよ、芸人そう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 、なんかどっちもバカだなと思いながらやってます、うん、え、弟さんのチャンネルって概要欄とかに紹介してもいいんですか多分大丈夫だと思いますあの特に問題ないと思います、180人しかチャンネル登録者数いないからまあ誰が弟かはあえて言いません、はい、内緒に誰と言いません、皆さんも顔見たら分かると思います、あ、そうなんだ、じゃあ身内の方は分かるかもしれないです、ね、身内というか友達とか分かるかも、そんな感じです、そっか、練習場に勤めてたあ、そうなんですそっちのこと見て働いてたんですよ、そうなんですよ、なんかいつもお酒飲んでそうなインスタのイメージだったから、はい、働いてないのかと思ってた、好きなものがゴルフ、酒、野球、女みたいな、女、おっさんですね、あ、野球、阪神、うんうんうん、阪神タイガース、優勝おめでとうございます、ありがとうございます、日本一です、かっこいいよ、え、結構ぶりなんだよね、そう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 、ね、日本一は50、え、何年ぶりだ、そうそうそう、だってもう、だって大学の時応援してたけど、よかったもん、よかったね、よかったねでもスターがいっぱいいたんで、そうね、そう、僕が応援してた時は、うんうんうん、赤星とか檜山とか、うんうんうん、矢野とか、そうそうそう、矢野ね、
私見どころはすごいあったっす。矢野ね。おー、愛してます。ラブです。お父さんになってほしい。お父さんになってほしい。そんなおこがましいから彼氏とか。わかりました。じゃあまあちょっと打てるようになったんで、はい、まあ、お兄ちゃんメインディッシュで。お兄ちゃんか、やだな。でも喜ぶと思うけど。いっ、ほなまた黄色旗狙って頑張ります。はいっす。え、引っ掛けちゃったぞ。でも生きてるから大丈夫。お兄ちゃんのせいです。そうなの。はい、お兄ちゃんの話したからかな。マジ、うん、滑っちゃった。滑っちゃった。お兄ちゃんのせいで。滑っちゃった。お兄ちゃんのせいで滑っちゃった。雨のせいじゃないんだ。雨のせい。お兄ちゃんのせいです。社員さんでやってる。正社員です。すごい。一応富士ゴルフセンターの宣伝部長で。うん、ああ、そうなんだ。頑張ってます。勝手に名乗ってます。勝手に名乗ってます。どういうとこですか。広いんですか。広いです。250ヤードありますんで。いいっすね。そうそう、みんな来てほしい。大阪の人、兵庫の人、奈良の人、和歌山の人。インターから近いの。え、インターから。そうそう、松原インターから近い、うん、10分15分ぐらいで着きます。じゃあまあ遠方の人でもちょっとこれ待ってます。ね、そのぐらい近いんだけど。うんうんうん。左側に。OB だよ。え、嘘。白。え、行った？隣の方で行った。マジ？あ、じゃあ OB だ。うん、あ、だからボールだけ取ってこっから打つ。あ、ちょうどいいとこに止めたな、ほんで私。すげえ曲がったから。すげえなんかお兄ちゃんのせいにしてんだって。自分のミスなのに。お兄ちゃんのせいだわ、多分ね。しかも大丈夫だ、大丈夫。この人何言ってんだよ。お兄ちゃんのせいだ。すっごいフェアウェイど真ん中にあるわ。そう。いないね、いないね。いや、間違いなく私のですわ。じゃあ110ぐらい、ちょっと8番でいきます。はい、はい、どうかな。おー、うん、ナイスです。ありがとうございます。ゴルフ場の練習場のお客さんに今日撮影とかって言ったんですか。あ、言いました。なんて言ってました。お前が行くから雨が降るだろうって。正解です。すごい天気で。前日の昼ぐらいまで問題なかったんですけど、夜くらいから急になんかの変わってきて。なんでだろうね。本当そうなんだ、うん、雨女だ。めっちゃ雨女で、なんかお客さんから次ゴルフいつ行くんって言われるんで、うん、興味持ってくれてんねんなと思いながら、うん、次何曜日ですって言ったら、うん、おいやめろよ、その時俺ゴルフやねんってって言われて、いや雨女やから、お前俺のゴルフの人合わせてくんなって言われるんです。もうごめんなさい、今日ゴルフの人、私のせいです。はい、まっすぐだよ。うん、これはまあまあ、はい、はい、ダボです。はい、 OB しました。はい、まあ、OB マスあるんで。あ、やった。え、ダボはダボは多分ない。ないの。結構遠いところからも、やっぱインターが近いから来る。うん、結構高槻から来てくれる。高槻わかるかな、大阪の北の方から来てくれたりとか。ああ、なるほど。そう、あ、そっか、どっちかというと練習場はそっか、前に中央よりも下。そうそう、大阪の真ん中から下ぐらいなんで、ね、うん、来てもらったり。それもすごいね、結構縦の距離結構あるよね。もう結構距離ありますね。そうだよね。そう、とか、まあ、和歌山から来てくれた方もいますし、近くで通ってくれるようになった人もいるんで、そう、だいぶありがとうございます。距離とか結構長い。長いと思います。250ヤードあるんで。あ、結構ある。うん、しかも平面なんで、ネットとかでこう上がっていくタイプじゃないから、
めっちゃ広いし、あ、なるほどね、開放的な感じで、そう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 、ね、やっぱちゃんとした距離が分かるし、あとはまあパター練習場とバンカー練習場があって、うん、まあ、パター練習場、あの富士ゴルフセンターって滋賀に富士スタジアムゴルフクラブっていうのを持ってまして、うん、まあ、なんでゴルフ場がある分、あのグリーンとかも本格的な天然芝のグリーンだし、それすごいね、そう、もうすごい、だから人工芝とかじゃないからめっちゃちゃんと練習できるし、なんかプロの、あの方も練習しに来てくれるんですよ、うん、なんで、まあ、バンカー練習場もちゃんとした、そうやね、砂がね、そう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 、顎も高いから結構しっかり練習したいって言って来てくれる、あのプロの卵の子とかも来てくれるんで、すごい練習できると思います、めちゃくちゃおすすめ。もううちコンペとかも年に4回ぐらい、そんなやってんの、やってます、全部あのゴルフ場貸し切りでやってます。え、じゃあ100人以上とか、そうですね、150人前後は必ず毎回来ていただいてます。で、あかねちゃん来ると雨なんだ。あ、そうなんです150人雨に打たれるコンペ。そうなんですよ、なんか私が来るって言うと結構みんな、え、ね、今回お前が来るのみたいな、雨やんみたいなコンペって誰でも参加できるの、その練習場で申し込みも、もう誰でも大丈夫です。そうなんだ、うん、あ、もううちに来てくれて、もうパッと、もう本当に初めて来た人でもこのコンペ行ってみたいって言ってもらえたら、あ、かん、オープンなんだ。オープンです、もう参加条件ゼロ。ホームページかな概要欄とか載せとくんで、あ、お願いします。近い方はぜひお願いします。広いから多分いいと思う、なんか普通にこうゆっくりできると思う、うん、そうなんですよ。受付してるの？受付してますね。あ、じゃあ行けば、いれば会う確率高い、まあ、5時までに来たら大体会えます。なるほどなるほど、うん、アホみたいな顔して待ってますあ、アホみたいな顔してください。いらっしゃいませ。やばいでしょいや、実際もっと真面目だと思ってでも多分アホみたいな顔してくださいって言われたら今のやります。わかりました。まあ、はい、あの本当に、いや、びっくりです。なんか本当そんなちゃんと働いてるんですちゃんと働いてますほんま、もうこれ切った瞬間殴りますずっと切らないまあいいや、切ろうはい、じゃあもう打てそうっす。打てそうですね、はい、一回切ります。雨降ってきた。じゃあ殴られますもうなんか緊張がまだほぐれていない。いや、絶対嘘でしょパー5、パー5です、400ヤードですね。なんか池ありますね。190で届いちゃうかもしれない。わ、大丈夫です、そこまで飛ばない。ここサンリゾート池がめっちゃ多いんですよ。あ、まあリゾートだからね。そう、もうリゾートをリゾートしまくってる感じですね。そうそう、池あれば結構リゾートっぽく見える。そう、池とヤシ。そう、ヤシない分多分もう全力で池でリゾートしてる感じです。でもすごい綺麗。そう、めっちゃ綺麗。あれ、あれ、これ行っちゃったんじゃない？え？結構飛んでると思うけどな。おお行ってみないと分かんない。分かんないかも。うん、結構飛んだよ。飛んだかもしれない。なんかリンゴルフ、このゴルフ女子の動画、誰かの見ました？いや、見ました、見ました。みんな全員の見ました。全員見た。もうみんな可愛い。あ、なぜ私が呼ばれたのか。可愛いから。違いますでしょ。みんな可愛いから。そういう意味、そういう意味じゃなかった。もう確実ネタ枠やなと思って。私、ネタ枠やん。そんなことないです。あかねちゃんはすげえ笑顔可愛いなと思って、多分いいね押してたんですね。あ、ほんまですか。そのタイムライン結構出てたと思う。関西の明るい、なんか、ここだなみたいな感じの。でも笑い方が多分普通の子はキャーって笑い方なんですけど、はい、私なんかドンキーコングみたいな笑い方をするんですよ。うほほうほ、もうなんかこうやってわーみたいな。あー、そうそうそう、体使う系。そう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 、あ、あれかな、あった、あ、よかった、あ、よかった、あ、よかった、すごいじゃん、結構飛んでるよ。よしよし、いい感じ。190くらい飛んでるんだ。よし、これとこれをよくするんですよ。あ、戦えたら痛かった。そうそうそう、なんか大乱闘に出てきそうな。そう、ね、スマブラのドンキーみたいな。なんか最初会った時戦えたんだよ。なんで戦えたんですか。なんでやったかな。忘れた。結構割とまだびっくりした。あって10分も経ってないのに戦えた。笑いながら戦えた。ここバチね。あの割と暴力的な方ですね。ドンキーコングだからね。8番。8番で行きます。え、
待って、危ない。危ない。まあ。やだ、でも入ったら池丸できたのにな。どっちもは取れないっすよ。どっちもは取れないか。どっちも取ろうとした結果があれっすよ。いっちゃあかんやつやん。せめて入れた方が良かったやつやん。まだお兄ちゃんの呪い解けてないんかな。龍馬の呪いが解けてない可能性が。8番でそろそろ仲良くしたい。うん、あ、ちゃんと残る。これコースなりナイスです。ありがとうございます。よかった、龍馬ありがとう。龍馬ありがとう。大好きじゃんお兄ちゃん。残り60ヤードで、アプローチで打ちます。ちょっと打ち上げなんで大きめで。え、シャンクしたんですけど。あれ、シャンクってありませんでしたっけ。シャンクはない、ないの。やばい、ちょっと本当にそろそろお兄ちゃんの悪口言うのやめよう、うん、お兄ちゃんの悪口言うからだ。え、ちょ、これバンカーあるぞ。バンカー入ってる。うまい、うまい、うまい。もうちょっと。でもうまいしました。ありがとうございます。富士ゴルフセンターでいっぱい練習してるんで、ちょろちょろ宣伝。ちょっともうパターでいきます。あ、結構いく。ちょっとつかめてないな、グリーンは。つかめてないね。うん。うん、OK です。ありがとうございます。よ、アマゾンギフト券でハイボール買いたい。ハイボール飲みたいよ。